おはようございます。年末年始のご都合いかがでしょうか。今日から大掃除よ。お正月はゆっくり過ごしたいからね。息子であるケータの妻リカさんがとても可愛らしい格好をして私の家を訪ねてくる。息子夫婦とは二世帯住宅ですぐ隣に住んでいるので、用事があるときはチャイムを押して連絡し合うようにしていた。リカさんは掃除の格好をしている私の姿を上から下までじっくりと目を細めながら確認すると、嬉しそうに手をたたいて微笑んでみせた。そうですか。私、自分の両親に今まで親孝行をしていなかったなって思って、明日から両親を連れて温泉旅行に行くんです。あら、素敵ね。年末年始も働くケータさんには申し訳ないんですけどね。それでわざわざ出向いたのはお母さんにお願いがあってですね。あら、何かしら。私は首をかしげる。年末ですよ。大掃除です。大掃除。お正月には両親も家に招こうと思っているんで、しっかりお願いしますよ。そう笑顔で言うリカさんが私に500円玉を渡してくる。これは？という顔をして私がリカさんに視線を向けると、彼女は満面の笑みを浮かべながら首を少しかしげた。さすがにただ働きは辛いでしょうから。私が何か返事をする前に彼女は扉を閉めて帰っていった。手のひらに乗ったままの500円玉が妙に冷たく感じられる。何かが私の中で吹っ切れる気がして、年を越すまでにはさっぱりしないとね、とつぶやいていた。それから数日後、年末から正月にかけて近年稀に見る大雪が降った日のこと。私の名前はミワ。55歳という年齢にしては明るめの髪をしているからなのか、よく実年齢より若く見られる。独身の頃、美容師をしていた名残で、私は明るめの髪を選んでしまう。美容師としてそれなりに長く勤めていたが、結婚を機に辞めてしまった。辞めてからはずっと専業主婦として、家庭を守るという立場を保っていたが、去年の夏、5歳年上の夫である純一を病気で亡くしてしまう。私は純一が亡くなってからは、経済的な理由も含めて、週に2日ほど老人ホームなどの訪問美容師として働くことにした。数ヶ月は落ち込んだりもしたが、一緒に暮らしている息子夫婦の励ましもあり、立ち直る時間は早かったと思う。それに、訪問美容師としての仕事はとてもやりがいがあり、そして楽しかった。悲しみを乗り越えるには忙しくしていた方がいいと、老人ホームの利用者に助言されたが、本当にその通りだと思う。私が暮らす家は、もともと夫の純一と自分の両親と共に暮らしていた二世帯住宅だった。私の両親も夫も亡くなってしまい、今は私の老後の心配をしてくれる息子のケータとその妻であるリカさんとで隣り合って暮らしている。亡き夫と結婚した時に建てた二世帯住宅は完全分離型と呼ばれる間取りで、同じ敷地内に大きな家が建っているというだけで、家の中から互いの家を行き来することはできない。それぞれの家はほとんど同じ間取りをしていて、窓の位置や形も同じで、左右対称の家と近所の人が話しているのを聞いたこともあった。リビングの北側の窓から見える庭は横に大きく広がり、私の家と息子夫婦の家からもよく見えた。庭には花壇がある。花壇にはいつもいろいろな花を植えていた純一であったが、自身の病気が発覚してからなぜか毎年ひまわりを植えた。
ある時、純一は咲き終わってできた種を袋に入れ、私に手渡した。俺がいなくなったら、毎年植えてくれよな。その時は、縁起でもないこと言わないでよ、と言葉を返した。暑い日差しの中、ひまわりが朝も夜も私たちの家の窓に花びらを向けている様子が脳裏によぎる。まるで私たちを見守ってくれているみたいに、その黄色の花は暖かく見えた。庭にキャンプ用の椅子を置いて、そこに純一を座らせ散髪しようと提案する私。椅子に座り、気持ちよさそうに目を閉じる純一の髪を優しく撫でた。病気の影響で細くなってしまった肩に散髪用のケープをかけて、静かにハサミを動かす。いいな。お前に髪を切ってもらうのは本当に気持ちいいよ。そう。これでも一応はプロだったからね。いつか自分の美容室を持ちたいなってずっと思っているわ。そうか。それは素敵な未来だな。いつかお前が自分の美容室を始めたら、最初のお客様はこの俺だな。純一はそのひまわりの種を私に手渡した年に、この世界から消えてしまった。彼の最後はとても衰弱し、それこそ本当に枯れたひまわりのようで、私としても見ていて胸が張り裂けそうであった。若い頃から明るく元気だった人が次第に弱っていく姿を見るのは本当に辛いのだな、と私は誰に説明するわけでもなく、純一の生涯と短い夏の間だけ咲くひまわりの命を同じような視点で見ていたのかもしれない。だから、という理由は少し大げさかもしれないが、私はひまわりを庭に植え続けようと決意する。夏になると庭いっぱいに広がるひまわりを想像しながら、純一が採取したひまわりの種を大事にするのだった。ある朝、ピロン私のスマホにメッセージが届く。メッセージを送ってきたのは、ケータの嫁であるリカさんだ。今日は午後1時によろしくお願いいたします、と、一行だけのメッセージに、わかりました、と返事する。数日おきにリカさんから家の掃除を求めるメッセージが届く。純一が亡くなってから、リカさんの態度が変わってきたように思える。いつの頃からか家の中を掃除してもらいたいとリカさんにお願いされるようになり、今では週に3回は掃除をしている。掃除の箇所はほとんど台所で、使い終わった食器やフライパンなどが乱雑にシンクに放り込まれていた。お母さん、掃除が終わったら買い物もお願いしますね。買い物リストはスマホにメッセージで送っておきますね。リビングで化粧をしながらリカさんが言った。リカさんの言い方はとても事務的で感情もなく、ただ当たり前の要求を発言しただけという感じがある。まるで金銭を払って雇った家政婦への態度のような抑揚のない声。ああ、お母さん、庭に植えてるひまわりなんですけど、花が終わったらすぐ切ってもらえませんか？ああ、あれはね、花が終わってから種が落ちるまで少し時間が、いや、わかるんですけど、花が終わってぐったりしているひまわりってなんか気味が悪くて、夕方になると薄暗くて宇宙人が立っているみたいに思えるんです。そして次の世代となる種を再び採取し、庭の手入れを終えて、今は花壇に何も植えていない。リカさんは前々から庭には何も植えずにコンクリートを敷き詰めてしまいたいと言っていた。その方が除草などの面倒も虫による被害もないからと。ケータは常日頃からリカさんの言うことは素直に聞く傾向があり、庭をなくすという意見にも納得してしまうことであろう。
私は少し寂しい気持ちを胸の奥にしまい込み、息子夫婦がもしも私を原因にして喧嘩になるようなことになったら辛いな、と思い、小さく微笑む。それからも、日に日にリカさんの要求は細かくなっていく。台所やトイレ掃除、風呂場や玄関なども掃除を頼まれ、次第に家のすべての掃除を任されるようになっていった。あまりに頻繁に息子夫婦の家にお邪魔することが増えてきているので、ケータが気を利かせて私に合鍵を渡してきた時には少し複雑な気がした。そんなある日のこと。ごめん母さん、会社で使う資料を机の上に忘れたみたいでさ、悪いんだけど合鍵使って家に入って会社まで持ってきてもらえないかな。え？リカさんに頼めないの？リカだって仕事だよ。ごめん、頼むよ。会社で待ってるからさ。半ば強引に頼み込まれ、電話は一方的に切られてしまった。その日は久しぶりに自分の家でのんびりと過ごしていたのだが、ケータからの電話でしぶしぶ椅子から腰を上げる。息子夫婦は共働きだから、リカさんも普段は家にいない。私は合鍵を使ってケータたちの家に入ると妙な違和感があった。それは玄関の扉を開けた瞬間から感じていた。頻繁に息子夫婦の家に掃除のために訪れる機会は多いのだが、今日は家に足を踏み入れた瞬間からいつもと異なる空気である。数秒の間を置いてすぐに気づく。温度だ。今日は木枯らしが吹きつけ、外はとても寒い。誰もいないはずの家の中は当然寒いはずなのに、リビングから漏れ出した暖かな空気が玄関まで漂い、家の中にいる誰かのかすかな声が私の耳に届く。誰かの声はしのぎを削っている木枯らしの音に紛れてしまっていたので、私は忍び足で声がするリビングに歩み寄る。それから一ヶ月後の年末、私が自分の家の大掃除をしていると、家のチャイムが鳴った。玄関を開けると、そこにはリカさんが立っている。淡いピンクのセーターと黒いタイトスカートを履き、とても年末の掃除をする気などない格好で私に微笑んでいる。おはようございます。年末年始のご都合いかがでしょうか？今日から大掃除よ。お正月はゆっくり過ごしたいからね。そうですか。私、自分の両親に今まで親孝行をしていなかったなって思って、明日から両親を連れて温泉旅行に行くんです。あら、素敵ね。年末年始も働くケータさんには申し訳ないんですけどね。それでわざわざ出向いたのは、お母さんにお願いがあってですね。あら、何かしら。年末ですよ。大掃除です。大掃除。お正月には両親も家に招こうと思っているんで、しっかりお願いしますよ。そう笑顔で言うリカさんが、私に500円玉を渡してきた。これは？という顔をして、私がリカさんに視線を向けると、彼女は満面の笑みを浮かべて首を少しかしげた。さすがに、ただ働きは辛いでしょうから。私が何か返事をする前に、彼女は扉を閉めて帰っていった。手のひらに乗ったままの500円玉が妙に冷たく感じられる。何かが私の中で吹っ切れる気がして、年を越すまでにはさっぱりしないとね、と一人つぶやいていた。それから数日後、年末から正月にかけて近年稀に見る大雪が降った。今年は暖冬とテレビで伝えられていたのだが、例年通りに凍えるような寒さの年末を越えて、元旦は正月らしい快晴であった。暖かな日差しが降り注いではいるが、道路の端には多くの雪が未だに積もっている。
雪解けの濡れた路面を睨みつけながら運転するケータの助手席に私は座っている。前触れもなくスマホが鳴った。呼び出しているのはケータのポケットに入ったスマホだった。ケータはタイミングよくコンビニに左折して駐車するとスマホの通話ボタンを押す。狭い車内では通話の音が響いて誰からの電話なのかすぐに分かった。あ、ケータ、久しぶり、元気してた？うん。リカは旅行楽しんでいる？それがさ、聞いてよ。この温泉のおかみがさ。リカさんが楽しそうに温泉旅行中での出来事を話しているのを、ケータはうつろな表情で聞いている。それでも時折、うん、とか、そうだね、という合図は、いつも通りのケータの声だったから、今のケータの沈んだ気持ちなど、リカさんには到底理解することなど無理な話だと思う。旅行させてもらっちゃったし、本当にありがとうね。帰ったらケータの大好きな料理、いっぱい作ってお腹いっぱいにさせてあげるからね。なあ、リカ。ああ、ごめん。帰る前にちょっと用事あるから、これできるね。ケータが話を切り出そうとした矢先に、リカの方から強引に通話を切ってしまった。しばらく通話の切れたスマホを見つめて黙っていたケータは、やがて諦めたように車を発進させる。数分後に、今度は私のバッグに入っているスマホが震えた。バッグから取り出し、着信相手の名前にリカという名前が表示されていることを確認する。私がちらりと横にいるケータの表情を見ようと視線を送るが、ケータは路面凍結を警戒して真剣に運転していた。はい、もしもし。あ、どうも。明日には家に帰るのですが、大掃除はもちろん終わってますよね。リカさん、明けましておめでとう。あ、そういうのいいんで。っていうか、私の親も一緒に帰るんで、ほこり一つでも残ってたら許しませんからね。あのね、リカさん。それと、うちの親が気を使っちゃうと思うので、お母さんはどこかに出かけておいてもらえます？あの家はもうないのよ。え？電話越しに、顔の見えないリカさんが、私の言った言葉に逡巡している様子が伺えた。そして数秒の間を置いて、どういう意味よと強い口調でわめき始めた。私はスマホを車のダッシュボードの上に置き、スピーカーモードに切り替え、話し声が運転しているケータにも聞こえるようにして説明を始める。もともとあの二世帯住宅は私の両親が建てたということ。だから、家の権利書は私が所有しており、リカさんが温泉旅行を楽しんでいる間に、不動産会社に売却手続きを終えて、あの家に住むことはできないということを丁寧に説明した。今、新しい新居に向かっているのと伝えると、リカさんは烈火のごとく怒り狂った声で怒鳴った。ろくに財産もない未亡人の分際で、よくもまあ一人息子の嫁である私に嫌われるようなことをしてくれましたね。老後、ただで済むと思わないでくださいよ。何の連絡もなく、勝手に家を売ったことは申し訳なく思っているわ。ケータは、私を常に最優先にしてくれる人よ。私が、二度とお母さんには会うなって言ったら、もう二度と顔を合わせられないでしょうね。大事な息子と縁を切るっていうのね。それも覚悟の上よね。私が返事をする間も与えない勢いで喋り続け、リカさんの口調は次第に強くなってくる。雪道で慎重にゆっくりと進む車は、信号待ちのタイミングで止まり、ケータはダッシュボードの上に置かれたスマホを見つめる。その表情は、どこか寂しげであった。おい！黙ってないで何か返事しろよ！それと、今すぐ家の売却は撤回しろよ！気持ち悪い髪色した豊島がよ！女やもめに花が咲くってか？
気持ち悪いんだよ。私は黙って彼女の声を聞きながら自分の髪を軽く撫でる。その後もしばらくの間、私の容姿を侮辱するような言葉を投げつけてきた。リカさんの言葉は明確な悪意を持って投げかけられていた。純粋になぜと私は思う。なぜ私はここまで彼女に嫌われているのだろう。考えてみても、リカさんの気持ちなど微塵もわからないと思った。隣に座るケータは一度大きくため息をついてからスマホに顔を近づけた。リカ、聞こえる？ケータだけど。え？ケータ？リカさんの声のトーンが急に高くなる。それは私に対してドスの聞かせたような声とは全く異なる乙女のような甘い声だ。うん、ごめんね。今の話聞こえてたんだ。え？ちょっと待って。お母さんの近くにいたの？いや、その、今のはちょっと、私としても急なことで気が動転していてひどいこと言ってたけど、俺は縁を切るよ。母さんじゃなくて、リカと。は？今までの母さんへの態度とか、俺への裏切りとか、全部知ってるから。今さらどうこう取り繕う必要はないよ。信号が青になると、ケータはまたアクセルを軽く踏んで慎重に車を発進させた。国道沿いの道から左折して、銀色に広がる田園風景が車窓を流れる。雪がなければ素通りするような非日常な美しさに私が思わず見とれていると、隣で運転しているケータが静かに路肩に車を駐車した。しばらく沈黙が続いていた電話は今も通話中で、スマホの向こう側にいるリカさんは一体どんな顔をしてケータからの次の言葉を待っているのだろう。ケータが裏切りと表現したことで身に覚えがあるであろうリカは自分から何か言葉を発することを墓穴を掘ってしまうだろうとためらっているのだ。やがてエンジンをかけたまま停車した車内で、ケータは静かに語りかけるように話し始めた。母さんからいろいろと聞いた。信じられない話だったけど、信じるしかないようなこと。以前、私がケータの忘れ物を確認しようとした合鍵を使って家の中に入った日のこと。玄関に足を踏み入れた時に感じた違和感は温度だった。冷たい外気の影響を受けて、家の中も寒々としているはずなのに、十分な暖かさが家の中を漂っている。そこには、仕事で家にはいないはずのリカさんが猫なで声で誰かと電話している。まさに、家政婦は見たというドラマに出てくるようなシーンを、自分が演じているような衝撃的な場面を見てしまったのだ。リカさんは艶っぽい笑みを浮かべ、ソファーに腰をかけながら自分の髪を指にくるくると絡めながら電話している。あなたと早く会いたいとか、愛しているわとか。そのうちに、ケータとは財産目当てで結婚したが、期待したほどではなかった。愚痴のような発言が耳に届き、私はリカさんの不倫を疑い始めた。私は急いで探偵事務所に連絡し調査を依頼する。探偵はすぐに報告書を提出してくれ、中身を確認すると案の定な内容であった。リカさんは年下の男性と不倫していることが発覚し、さらに平日は毎日働いているという話だったのに、週に3日ほどしか勤務していなかった。つまり、仕事と偽っていた2日間は不倫相手の部屋に遊びに行っていたらしく、証拠写真も用意された。私は
探偵から渡された調査報告書の入った封筒を抱え、これまでのことをすべてケータに話すことにした。私への悪態なら我慢できるが、夫であるケータを大事にしていないなら、リカさんをかばい立てる必要などないと思ったのだ。探偵からの浮気調査をケータに伝えると、最初こそ驚いたような素振りを見せたが、やがて本人の中でも小さな違和感の塊がいくつも生活の中に転がっていたのだろう。事実を静かに受け入れた。リカさんは仕事で残業だと言って帰宅が遅くなることもあったらしいが、もう何もかもが疑わしく思えるようであった。証拠の写真として若い男と一緒に写るリカさんの横顔はとても綺麗で楽しそうに見えた、と、ゲータは悲しげにつぶやく。電話越しのリカさんは何も喋らなかった。気がつくと、さっきまで快晴だった空は白い雲に覆われ、やがて雪が降り始める。車のフロントガラスに粉のような雪が張り付いて、すぐに消えていく。冗談よね。何か悪い夢を見てるみたい。ケータは優しいもん。そんなの全部、笑って許してくれるんでしょ？浮気相手と一緒にいた写真を見たよ。リカ、すごい綺麗だった。そんな、ケータと一緒にいるときはもっと綺麗でいられるよ。ね？今度一緒に温泉旅行に行こう。今回私がいたところとっても良かったの。ケータと一緒に来たいな。俺さ、リカのこと本当に大好きだったよ。たとえ浮気されていたとしても、心のどこかでリカのことを許したいって思ってる自分がいるんだ。わかるよ。ケータは私を一番大事だってよく言ってくれたもんね。早くあの暖かい家でゆっくりしたい。家を売却なんて取り消して、また二人でゆっくりしたいよ。そうだね。でも、俺がそういう風にリカを大事にしていたのは、母さんにそう教えてこられたからだ。結婚したら、親よりリカを大事にしろって。ケータ、私は、俺を裏切るだけじゃなく、大事な親を傷つけたリカに未練なんてない。リカさんが温泉旅行で長く家を空けるというタイミングで、私とケータは引っ越しを済ませ、今はこうして車に乗って新しい住居に向かっている最中である。前もってリカさんの実家には不倫の内容を証明する文書と写真を郵送してあるということ。今回はこのまま実家へ帰り、以後の離婚や慰謝料の手続きは弁護士を通すようにすることを淡々とケータは告げた。電話越しに言葉を失っているリカさん。嘘でしょ？お願い、嘘だって言ってよ、ケータ。ケータが辛そうに顔を背けているので、今度は私がスマホに顔を近づけ、囁くように言った。リカさん、さっきは財産のない未亡人だからって、老後のことを心配してくれてありがとう。お母さん、一度冷静に話をしませんか？電話じゃなくて、会って話がしたいです。遺産は多くはなかったけど、自分の両親から受け取った財産と、独身時代に夢を叶えるために必死で貯めたお金があるの。それに、ケータとの絆はそんなに簡単に壊れるものではないから、心配しないでね。待てお母さん、私は。そこで、ケータがスマホのボタンを指先で押して通話を切った。ケータは深く息をつき、ハンドルを軽く握る。フロントガラスには雪が積もって前面は真っ白になっていた。ワイパーを作動させると、目の前が一気に明瞭になったが、空から舞い落ちてくる粉雪が風景のすべてを真っ白に染め上げている。運転、怖くない？大丈夫？怖い。でも、大丈夫。
ハンドルを強く握り直したケータが慎重に車を発進させる。私たちを乗せた車はゆっくりと前に進んでいくのだった。その後、しばらくして、リカさんの両親から私に連絡があった。リカさんの両親としては、ケータから離婚を突きつけられたことが寝耳に水だったという前置きから話は始まった。リカさんと一緒に温泉旅行に行っていたのは両親ではなく、なんとも豪胆な話だが、実は不倫相手と旅行していたというのだ。まさかそこまで大胆な行動をしているとは思っていなかっただけに、その事実には私もとても驚いて、怒る気にもなれなかった。リカさんの両親は私とケータに対して深く謝罪をした上で、離婚が成立した後もきちんと慰謝料も支払ってくれた。リカさんと不倫相手はどうなったか別に気にも留めていなかったのだが、ある日仕事から帰ってきたケータは晩酌をしながら、別れたらしいよと何気なく教えてくれた。現在私とケータは賃貸マンションで暮らしている。引っ越し後の新しい生活や離婚の成立など、いろいろなことがありすぎて、いつの間にか季節はもう夏になろうとしている。私はいくつかの物件チラシを眺めながら、指先で唇を揉みつつ考え込む。どこかいい物件見つかった？ケータがベランダから外の風景を眺めながら私に聞いてくる。今までマンションで暮らしたことなどないので、眺めのいい場所から見える自分たちの街並みがとても新鮮なのだという。ケータの後ろ姿に視線を向けると、その背中の向こう側に大きな入道雲が遠くの空に見える。もうすぐ本格的な夏が始まるようだ。私たちが暮らしていた二世帯住宅は一等地に建てられていたので、売却価格はとても高額だった。私は、その大金の一部を使って、夢だった自分の美容室兼自宅を建てようと考え、物件探しに精を出している。今になって思えば、リカが俺と結婚したのは、あの大きな家に住んでるから財産狙いって分かってたんだ。ケータは振り返らず私に言う。でもさ、リカが俺に言ったんだ。俺の両親を大事にしたいって。それが決め手だったよ。私は物件チラシを片付け、ケータの横に並ぶ。マンションの小さなベランダの隅に小さなプランターがあって、そこにひまわりが咲いている。亡き夫が私に託した約束は、今も私の近くで温かく見守ってくれている。ケータの気持ちは嬉しいけど、私たちじゃなくて、ケータ自身を大事にしてくれる相手といつか結ばれるといいわね。私の言葉にケータは返事をせず、ただ黙って入道雲を見つめている。母さんの美容室どんな風にしたいの？あら、聞いてくれるの？私は嬉しくなってケータに説明を始める。まずそんなに派手な作りの美容室じゃなくて、どんな人でも気軽に来てもらえるような明るい店にしたい。老人ホームへの訪問美容師の経験を活かしてバリアフリーに気を配った建物にしようと考えている。そして私たちが暮らしていた家と同じように、家の北側に大きな広い庭を作ってひまわりを植えると、私は微笑んだ。ケータは少し笑い、なんでわざわざ日陰になる北側にひまわりを植えるんだよ、という。私はベランダの手すりに両肘を置き目を閉じた。亡くなった夫の純一の笑顔を思い出す。私は純一ほど花など好きではなかった。花壇の手入れをするのはいつも純一の仕事で、真夏の時期にふと気がつくと、いつもたくさんのひまわりが窓からこちらを向いている。
私がそのひまわりを見て、綺麗ね、と何気なくつぶやいた日、純一は私に得意げに話したのだ。俺はひまわりが好きだ。明るい気分になれるし、大きいし、かっこいいし。はぁ、そうなの？それに、うちの庭は北側にあるだろ？これがまた最高なんだよ。どうして？日陰になって花が成長しにくいんじゃない？純一がニヤニヤしながら得意げに自分の顔の前で指を左右に振る。ひまわりは太陽の方角を向くって小学校の時習わなかった？北側の庭にあるひまわりは常に家の窓の方を向いているんだよ。プランターに咲くひまわりを一別し、私は静かに目を閉じた。まぶたの裏に浮かんだ純一の表情はいつもと同じように屈託のない笑顔をしている。それはまるでひまわりの花のようにどうしようもなく明るくて、私はいつまでもその明るさに励まされている。あ、お母さん。私が買い物から帰ってくると、大きなお腹を抱えた娘の瑞希が玄関先にうずくまっていた。彼女の顔はやつれており、とても疲れきっている様子で、こちらを見る目もどこかぼんやりとしている。隣にいる子供は瑞希にしっかりとしがみついて、ママ、ママと母親を求めていた。この子が私の孫娘であるユイナちゃんだと察した私は、二人を家の中へと連れて入り、ことのいきさつを聞く。なんと、二人目を妊娠して思うように動けない瑞希に対して、夫の蒼太さんは苛立ち、二人を車に乗せて家の前まで連れてきて置き去りにしたというのだ。瑞希はすでに臨月を迎えていて、大事な体であることは一目瞭然である。いくら日中は日差しがあって暖かいとはいえ、風は冷たい。もし私がいなかったら、二人をどうするつもりだったのかと思うと、怒りがこみ上げてきた。蒼太さんはそのようなことをする人には見えなかったのに。妊娠って病気じゃないんでしょ？うちの会社にも妊婦さんいるけど、普通にリモートで仕事してくれてますよ。あとユイナも、いちいち泣いてうるさいっすよね。先輩の子供は全然泣かないのに。いざ彼に電話をすると、電話口でわざとらしく大きなため息をついた。働けないデブとうるさいガキは邪魔、しばらく親が面倒見ろ。その一言を聞いた瞬間、私はもはや何を話しても無駄なのだと悟る。ええ、いいわよ。そう言って電話を切り、私は瑞希とユイナちゃんのケアをすることに注力した。やがて半年が経ち、桜の花がひらひらと舞う季節になったある日の昼下がりに、蒼太さんから電話がかかってきた。おい、どういうことなんだ？あんたの家がなくなっているぞ。私は一瞬何のことかと思ったが、すぐに理解した。やっと気づいたの？その後、事実を知った彼は絶句し、顔面蒼白になった。私の名前は秋川静江、58歳の主婦をしている。夫は3年ほど前に他界し、今はお一人様になってしまったけれど、もともと一人でいることは苦ではない性格のため、寂しくはない。それに、夫の書斎には多くの書籍が並んでおり、彼の好きな小説から小難しい研究書、雑誌のスクラップや日記なども残されていて、ここに来ればいつでも夫に会える気がしていた。時々ここへ来ては高く積まれた本を眺めたりしながら過ごすこともあるのだ。我が家から車で30分ほどの隣町には、娘の瑞希と孫のユイナちゃん、娘婿の蒼太さんの3人家族が住んでいる。蒼太さんは彼の父が経営する大企業に勤務しており、33歳という若さでありながら
部署長を任されるような人物で、会社内では次期社長とも言われているほどだそうだ。彼と水木が出会ったのは、あるビアパーティーだった。水木が友達と遊びに行った際、その友達が元同級生がいることに気づいて話しかけたのが蒼太さんだったらしい。偶然にも職場が近く、その後もちょくちょく道ですれ違ったり、友達と一緒に飲んだりしているうちに、いつの間にか惹かれ合い交際に至った。水木は自分から進んでアプローチをするタイプではなかったので、どうしたらいいかわからず、私に電話をしてきたことが何回かあった。そうね、私もあんまりわからないけれど、お食事に行って楽しく過ごせたらそれでいいんじゃないかしら。あいにく私も恋愛に関して長けている方ではないので、そんなふんわりとしたアドバイスしかできなかった。私と違って夫は割と濃い大きい人だったようだが、しかし娘から恋愛相談を受けるとなると話は別なようで、俺のような変な男は許さんなどと息巻いていたこともあった。自分で自分を変と言い切るのはいささかおかしな気もしたものだ。それでもなんとか二人の交際は順調に進み、季節が一巡りする頃に結婚の挨拶をしに来た。蒼太さんが大企業の社長の息子ということ、また営業での成績も優秀だということに、夫は安心して娘を任せようと思ったと、後で私に語ってくれた。私もそんな立派な人のもとであれば、安心して娘を送り出せると胸をなで下ろしたのだ。間もなく二人は結婚し、隣町へと引っ越して暮らすようになった。はじめのうちは、水木も顔を見せに来てくれていて、妊娠が分かった時の喜びも、出産に対する不安も、よく打ち明けてくれていたのだ。水木の妊娠が分かり、3、4ヶ月が経った頃に、私の夫は他界してしまった。夫が運転していた車が、居眠り運転をしていたトラックとぶつかり、交通事故に遭ったのだ。突然の訃報に私も水木も動揺し、とてもではないがしばらく落ち着いて暮らすということはなかなかできなかった。急いで葬儀の準備をし、会社や役所への手続きに奔走しながら慌ただしく過ごし、そうしてお葬式も済ませると、いつの間にか月が変わっていた。不思議なのは蒼太さんのことで、結婚の挨拶に来てから一度も顔を見ていない。葬儀の時も少し顔を出す程度で、ほんの1時間くらい姿を見たと思ったら、あっという間にいなくなってしまった。さすがに少し失礼なのではないかと思ったが、水木に言わせればいつものことなのだそうだ。しょうがないよ、蒼太さん。いつも仕事が忙しいって言ってるから。水木は少しだけしょんぼりとしながら、笑顔を取り繕って見せていた。彼女自身、蒼太さんとなかなか話したり、一緒に過ごしたりといったことはできていないようで、蒼太さんは休日も接待ゴルフのために、早朝から出かけるようにもなっていた。社長子息なら仕方のないことなのだろうが、もう少し身重の水木のことも考えてほしいと、私は思う。夏の終わりが近づき、スズムシの声が聞こえるようになる頃に、水木は里帰り出産のために我が家へ帰ってきた。すっかり丸くなったお腹で、水木は赤ちゃんに会えるのを楽しみにしていた。女の子なの。名前ももう決めてあるんだ。あら、そうなの？どんな？ゆいなよ。この子だけの唯一の身をならせる人であるようにって、蒼太さんと決めたの。そう言って笑っていた水木は、2週間ほどのうちに出産し、すぐに彼の待つ自宅へと戻ってしまった。水木、たまには顔も見せに来てね、ゆいなちゃんもね。私が電話でそう言うと、水木は少し歯切れの悪そうな返事をした。うん。そうね、落ち着いたらそのうちに行くわ。この言葉に少しの違和感を抱いたけれど、一時的なものであろうと思っていた。水木はいつも育児と家事でてんてこまいで、
頼りになるはずの蒼太さんは、帰宅も日付が変わる頃か、朝帰りのこともあるようだ。社長の息子って言ったって、そんなに激務なのかしら。私は一人ぼやきながら、お昼に作った栗ご飯を食べていた。その後も何度か電話をしたが、やはり同じ返事だった。ユイナちゃんが生まれてから3年ほどが経ったが、それまで孫娘の顔を見たのは、瑞希が里帰り出産をした時、その一度だけだ。私としては瑞希のことは支えたいと思っていたし、それは何度も電話で伝えていたけれども、結局いつまでも返事は変わらずに、歯切れも悪いままだった。3連休を前にして、私はもう一度瑞希に電話をかけてみた。もしもし、瑞希？最近はどう？そろそろ私もユイナちゃんに会いに行きたいんだけど。あまり干渉しすぎるのも良くないとは思った。実際、近所で仲のいい友人たちと話しても、近頃は孫に会わせてくれることが少なくなったようで、あまりしつこいとお嫁さんの機嫌を損ねてしまうと聞いたことがある。そうなると、本当にもう会わせてもらえないこともあるのだそうだ。瑞希は実の娘だが、まさかそんなことにはならないと思いつつも、この電話で断られてしまったら、もう諦めるしかないかもしれない。そんなことも考えながら、瑞希の返事を待った。お母さん？最近調子悪くて会いたくないの。しばらく電話してこないで。調子悪いならなおさら心配するわよ。お惣菜作って持っていこうか？いらない。もういい？切るよ。あ、ちょっと待って。ユイナちゃんは？ソータさんも元気にしているの？風邪ひいてない？うるさいな。お母さんはおせっかいすぎるのよ。一人で育児したいからもう電話しないで。イライラとした様子でそう言って、瑞希はプツンと電話を切ってしまった。一分にも満たない短い通話だったが、私には十分すぎるくらいの衝撃だった。瑞希にそんな風に思われていたなんて想像もしなかったのだ。善意のつもりだったけれど、ただのおせっかいだったのね。私は悲しい気持ちをぐっとこらえながら、通話の切れてしまったスマートフォンを見つめた。育児で疲れてナーバスになっていたのかもしれない。私が干渉しすぎだったのかもしれない。などと様々に考えを巡らしながら、自分にも非があったのだろうと思うことにし、電話は控えるようにした。しかし、出産前まではあんなに親しく話していた彼女が、ここまで人が変わったようになるだろうか。私は少しの疑問と、また孫に会うことが諦めきれないのとで、その後も月に一度くらいは電話をかけてみた。だが、その度に冷たくすげない態度を取られ、その間もユイナちゃんにも会わせてもらえなかった。ねえ、体調は大丈夫なの？私の問いかけにも答えず、すぐに電話は切られてしまうこともあった。せめてちょっとでも様子を知りたいと思い、蒼太さんに電話をかけてみることにした。忙しいとは思うが、一応は娘の夫である。瑞希の様子やユイナちゃんのこともわかるのではないかと考えたのだ。蒼太さんはすぐに電話に出てくれることはなかったが、夜遅くなってから折り返しの電話がかかってきてこう言った。瑞希ですか？ええ、元気ですよ。ユイナのこともよく見てくれているし、心配しなくても大丈夫ですよ。瑞希は責任感が強いところが長所ですからね。あら、元気ならいいけれど、たまにはお顔も見たいって伝えてもらえるかしら。ええ、もちろんです。瑞希も電話にも出ないなんて、どうしちゃったんでしょうね。普段はそんなことないんですよ。困ったな。ソータさんはそう言ったものの、どこか白々しく、まるで他人事のようにとぼけているようにも聞こえた。その様子に私は少しの違和感を抱いたが、果たしてそれは勘違いではなかったようだと確信したのは、
その電話から1ヶ月が経とうとしていた時だ。だんだんと秋が深まり、近所の公園も紅葉が見頃になってきたある日のこと。私が買い物から帰ってくると、玄関先に人影が見えた。誰かが座り込んでいる様子で、そばには小さなキャリーケースと幼い子供もいるようだ。不老者が誰かの家と間違えているのではないかと思ったのだが、近づいていくと、その人影は水木だった。水木、そのお腹、それにこの子は、私はびっくりして声を上げてしまった。水木のお腹は大きく膨らみ、二人目の赤ちゃんを妊娠しているようだ。ああ、お母さん。しかし彼女の顔はやつれており、とても疲れきっている様子で、こちらを見る目もどこかぼんやりとしている。隣にいる子供は水木にしっかりとしがみついて、ママ、ママ、と母親を求めていた。この子がゆいなちゃんなのだろうと察した私は、急いで家の鍵を開けて二人を招き入れた。というより、抱きかかえて家の中に入っていった。リビングのソファーに二人を座らせて、ホットミルクを作って飲ませてあげた。まだほんのりと温かいカップに、ゆいなちゃんは恐る恐る口をつける。冷ましてあるから大丈夫よ。私が言うと、ゆいなちゃんは安心したようにコクコクと飲み、カップから口を離すと、口の周りは白くなっていた。私は水木に向き直り、このいきさつを聞こうと口を開いた。それで、急にどうしたの？あんなところに座り込んで。ソータさんは？お家はどうしたの？すると、水木はポロポロと涙をこぼして、しばらくうつむいていたが、ゆっくりでいいから、と私は背をさすってやった。落ち着いてから話してくれたのは次のようなことだった。二人目を妊娠して思うように動けない状況の中、家事と育児が滞り、その様子にソータさんは苛立った。そして、水木とユイナちゃんを車に乗せて家の前まで連れてきて置き去りにしたというのだ。水木はすでに臨月を迎えていて、大事な体であることは一目瞭然である。いくら日中は日差しがあって暖かいとはいえ、風は冷たく、もし私が旅行にでも出ていたらどうするつもりだったのかと怒りがこみ上げてきた。なんてことなの。私はすぐさまソータさんに電話をかけた。つい先日話した時は、水木が妊娠していることも言っていなかった。知っていたら、私が駆けつけることもできただろうに。数回の考慮音がしたと思うと、気だるそうな声で、はーい、と応答した。もしもし？ソータさん、どういうことですか？つい今しがた、家の前に水木とユイナちゃんを置き去りにしたと聞いたんですけど。土器を含んで私は言ったが、ソータさんはひょうひょうと答えた。どうって、そういうことですよ。水木最近お腹に子供がいるからって、ほとんどの家事をほったらかしで怠けているんです。疲れて帰っても、ご飯も作ってくれやしない。怠けているって、あなたには協力しようという気持ちがないの？なんで俺が協力するんですか？家の中のことは嫁、つまり水木の仕事。俺には俺の仕事があるんですから、家のことくらいやってくれて当たり前じゃないですか。専業主婦なんだし。水木は妊娠しているのよ。それに、やってくれて当たり前なんて、感謝の気持ちがなさすぎるわ。妊娠って病気じゃないんでしょ？うちの会社にも妊婦さんいるけど、普通にリモートで仕事してくれてますよ。あと、ゆいなも、いちいち泣いてうるさいっすよね。先輩の子供は全然泣かないのに。彼は電話口で、わざとらしく大きなため息をついた。働けないデブとうるさいガキは邪魔。しばらく親が面倒見ろ。その一言を聞いた瞬間、私はもはや何を話しても無駄なのだと悟った。
ええ、いいわよ。そう言って電話を切ったが、切る直前に聞こえた蒼太さんの嘲笑が耳に残った。私は憤りと苛立ちを何とか抑えて、今やるべきことに注力することにした。今やるべきこと、それは瑞希とゆいなちゃんのケアである。ゆいなちゃんの服は薄汚れていて、あちこちに食べ物やジュースをこぼした跡がシミになってしまっている。髪もなんだか匂いがするような気がしたので、まずはゆいなちゃんをお風呂に入れた。代わりの服はキャリーケースに入っており、こちらも少し汚れが目立った。明日、ばあばと一緒にお洋服を見に行かないとね。3歳のゆいなちゃんはよく喋る子で、好きな食べ物や絵本、今夢中になっている女児向けアニメのキャラクターの話など、休む間もなく喋っている。瑞希はというと、蒼太さんにこき使われていたのか、ぐったりとして、ソファーから動けないでいた。私は急いで布団とシーツを準備して、2階にあった空き部屋のベッドを整えると、瑞希をベッドに寝かせて休ませることにした。彼女の肌は荒れていたし、髪もボサボサの状態で、とてもいたたまれない姿だった。何かあったらいつでも呼んで、ゆいなは私が面倒を見ておくから、あなたはゆっくり休むこと。いいわね。瑞希はこくりとうなずくと、安心したのかすぐに寝入ってしまった。それからの1、2週間ほどは、瑞希の看病とゆいなちゃんのお世話に奔走していた。とはいえ、これまで会うこともできなかった孫との時間はとても充実したもので、それほど苦にはならなかった。ゆいなちゃんのわがままにはついつい何でも買ってあげてしまいそうになる。彼女の買って、買ってという声に、私は心を鬼にするのが大変だった。やがて瑞希の体調が戻ってくると、少しずつこれまでのことも話してくれるようになった。結婚する前までは、蒼太さんは優しかったの。私の意見も尊重してくれて、どんな小さなことも一緒に相談したりして、あの時が一番楽しかった。なのに、と彼女は肩を落とした。結婚した途端に、人が変わったみたいになって、強く命令するようになったの。実家を頼るのは禁止とか、家事は私が、全部完璧にやらないといけないとか、私はそれらを鵜呑みにしてたわ。しかし、ゆいなちゃんを出産するときは実家に戻ることが許されたという。今にして思えば洗脳っていうか、支配されていたんだと思うけど、あの時は気づかなかった。お母さんを頼ることは禁止って言われたこともあったのよ。じゃあ、私が電話をしてもすぐに切ってしまったのも。うん。お母さんとの電話も禁止ってことになって、それですぐに切っちゃってたの。本当にごめんなさい。夜、ゆいなちゃんが眠った後で、ジンジャーティーを飲みながら、それらのことを聞かせてもらった私は、怒りとも悲しみともつかない妙な気持ちになった。結婚の挨拶に来ていた蒼太さんは、そのようなことをする人には到底見えなかった。だが実際は、このように瑞希を苦しめて、その上邪魔だと罵る態度をとっている。さらに驚いたことには、彼には浮気をしている疑いもあったそうだ。香水の香りがしたのよ。彼、普段から香水をつけるような人ではなかったし、何より女性物の香りだった。洗濯するとき、彼が脱いだシャツに甘ったるい香りがついていたの。え？私は耳を疑ったが、帰りが遅いとか、朝帰りとか言っていたこともあったのを思い出し、思い当たる節はあったため、あながち間違いではないかもしれない。瑞希、辛かったわね。よく一人で頑張ったわね。家事と育児を両立して、夫の浮気に気づいてしまった時の彼女の気持ちを考えると、そう言わざるを得なかった。どんなに反抗的な態度を取られたとしても、今ではたった一人の娘であり、家族なのだ。瑞希はおえつを漏らしながら、
しくしくと泣いていた。後日外を出歩けるほどに回復した瑞希とユイナちゃんと一緒に外へ出かけた。穏やかな秋晴れが続いており、空気は乾燥しているものの夏に比べればすがすがしい。瑞希のお腹の子の予定日もすぐそこまで近づいている。私は瑞希とユイナちゃんを思いっきり甘えさせて、心も体も回復できるようにと努めた。それからおよそ半年が経ち、桜の花がひらひらと舞う季節になった。私が昼食の準備をしていると、不意にスマートフォンが鳴るので、手を止めて電話に出た。電話の主は蒼太さんだ。はい、秋川です。おい、どういうことなんだ？あんたの家がなくなっているぞ。私は一瞬何のことかと思ったが、すぐに理解した。やっと気づいたの？私は半笑いでそう言った。蒼太さんは瑞希とユイナちゃん、そして生まれた赤ちゃんを迎えに来たところ、家がなくなり更地となって売り地と書かれた看板が立っているというのだ。引っ越しも家の解体も先月完了したばかりで、大方蒼太さんは今しがた我が物顔でやってきて、初めて何もないことに気づき、慌てて私に電話をかけてきたのだろう。私たち引っ越したんです。半年間もあなたが家庭をほったらかしにして、瑞希もユイナちゃんも赤ちゃんも三人とも私に任せたんでしょ。そうだよ、今迎えに来てやったところなんだぞ。どこにいるんだ？迎えに来てやったですって？あいにくだけど、もうセキュリティの整ったマンションに引っ越したので、教えても無駄だと思います。瑞希たちをあなたの元へ返すなんて考えていません。ふざけるなよ。こっちの両親にもユイナと赤ちゃんを見せに行くって言ったんだぞ。せめて子供を返せ。まるで子供のことを物みたいに言う口ぶりに、私は呆れてしまう。それはあなたが勝手にした約束でしょ。私たちには何も関わりがないから応じません。もういいかしら、こちらも手が離せないのよ。ちょうどその時、赤ちゃんが泣き出してしまった。その声も電話の向こうに聞こえていたのだろうか。その声を聞いた蒼太さんが小さく、あっというのが聞こえた。しかし私は構わずに電話を切り、赤ちゃんの元へと急ぐと、おむつを替えてほしいらしい。すぐ隣の部屋では瑞希が電話に出ている様子がうかがえた。はい、もしもし。え？しばらく言い争うような声がして、ユイナちゃんが泣きそうな顔をして部屋から出てくる。ママ、怒ってる。怯えたように私の元へやってくると、私はユイナちゃんを抱きしめて、大丈夫よ、すぐ終わるから、と慰めていった。そうして10分もすると声がやみ、瑞希が出てきた。蒼太さんからだった。なんかすぐに今住んでるマンション教えるとか言ってきたんだけど、絶対に嫌って答えたわ。ユイナと赤ちゃんも両親に見せる都合があるとかなんとか、そんなの知らないし。私はやっぱり同じようなことを言ってきたか、とため息をついた。でもあっちからかけてきてくれてラッキーだったかな。一番言いたいこと言えたから。例の件？例の件とは蒼太さんの浮気の件だ。さっきの電話でね、弁護士を通して離婚させてもらいます、浮気の慰謝料も払ってもらうから、ちょうどあなたの浮気の証拠をお父さんにも送っておいたところよって言ったら、彼絶句してたわ。この半年の間に私と瑞希は更新状を通して蒼太さんの浮気調査をしていたが、結果は黒だった。幼い子供が2人いるという状況で、それも一番大変な時期にこの裏切り行為をされては、瑞希も黙ってはいられなかったのだ。蒼太さんは瑞希が自分の浮気を疑うなどと思っておらず、なぜ知っているのかと動揺していたそうだ。きっと電話の向こうで顔面蒼白になっていたことだろう。証拠まで実の両親に知られているとなったらなおのことだ。
なんてことをしてくれるんだって憤慨してたけど、それはこっちのセリフよ。義両親とも結構厳しい人たちだから、後でこってり絞られるんじゃないかしら。水木のこの予想は的中し、後日、水木の義両親と話し合いの場が設けられた時に、蒼太さんに関しての処遇を知ることとなった。話し合いの当日、最初にその場で義両親からの謝罪があり、水木の離婚も受け入れるとのことだった。お父さんの話では、蒼太さんに対して激怒し、妻と子供がいるのに浮気をするような不誠実な人間はいらないと、次期社長候補だというのに自分の会社から追い出してしまったそうだ。つまり事実上の首にしたというわけである。また幼い子供二人の親権も放棄するとして、こちらで育てることができるようにしてもらえたのだ。もちろん慰謝料と養育費の支払いも蒼太さんにさせるとのことだった。当の本人はというと、これらの支払いのために追われ、さらに浮気相手に貢いでいた分の借金の返済にも追われているらしい。かろうじて転職はできたものの、以前のような広い家に住めるほどの収入はなく、狭い安アパートに引っ越しているそうだ。また、蒼太さんが次期社長ではなくなったのをきっかけに、浮気相手は無残にも彼を捨てたらしい。蒼太さん自身が好きだったのではなく、次期社長という肩書きを持った蒼太さんが魅力だっただけなのだろう。その後も何度か、水木のスマートフォンに電話が来て、やり直そうとか、復縁しようなどと言ってきたらしいが、水木は彼の連絡先をブロックした。離婚も無事に成立し、水木もお一人様になったわけだが、すくすくと元気に育った子供たちもいるし、もう一人ではない。蒼太さんや義両親とは、こうして関係を整理して区切りをつけていったものの、お父さんは大変に義理がたいお方で、責任を感じてか、ゆいなちゃんともう一人の分の養育費も余分に援助してくれている。私も水木も毎回断るのだが、どうしてもというので受け取り、二人の将来のために貯金することにした。また私たちは二人の可愛い孫たちを写真や動画に撮り、元義両親にも送ったりしているし、予定が合えばテレビ電話もする仲となっていた。ゆいなちゃんたちを見ながら目を細めている二人はとても嬉しそうで、彼らにとっても孫は宝なんだ。ゆいなちゃんは幼稚園に上がり、毎日お友達と一緒に泥遊びや砂遊びで忙しい。よく晴れた日の午後、私がゆいなちゃんを幼稚園にお迎えに行くと、手にはくるくると丸めた画用紙を持っている。ゆいなちゃん、それなーに？私がそれとなく聞くと、ゆいなちゃんはもじもじとしながら答えた。お母さんの絵。幼稚園の先生に聞くと、今日は母の日のプレゼントにと、お母さんの似顔絵を描いたのだという。ゆいなちゃんは恥ずかしがって、私にはなかなか見せてくれなかったけれど、家に帰って水木のもとへ飛んで行き、その絵を渡した。どんな似顔絵が描かれていたのか、私には見えないが、水木は驚いたり、感動したりしながら、ゆいなちゃんをたくさん褒めている。ゆいなちゃんだけの身をならせる人であるように、という名前の通り、その個性はこれからどんどんと伸びていくのだろう。そう思うと、ゆいなちゃんの将来はとても希望的で楽しみだ。今は家族4人、こんな風に幸せを感じながら過ごせていることが、奇跡のように感じられるのだった。娘の小春から、37週目だからそろそろ生まれるかも、という電話があってから数日後、今度は小春の夫である達也さんから電話があった。あ、もしもしお母さんですか？今ちょっと小春が、なんか救急搬送されたんです。僕も今電話で聞いたばっかなんですけど。少し動揺気味の声に私まで動揺した。え？小春が？僕もよくわかんなくて。で、僕今から海外出張に行くことになっているんで、そっちで小春の面倒を見ておいてください。
軽く言い放つ彼の言葉に私は耳を疑った。あなたが行くんじゃないの？そう思い、今どこにいるのか聞こうとしたとき、通話はぷっつりと切れてしまった。私が病院に駆けつけると、気が気でないままに2時間、3時間と待ち続け、ようやく面会ができたときには、小春は無事に出産を終えていた。後からやってきた私の夫、大輝さんも孫の誕生に目を細める。達也さんにも無事に生まれたことを伝えようと電話をするが、出ることもなければ折り返しの連絡もない。そのことに小春は暗い表情を浮かべていた。とにかく小春も赤ちゃんも無事だったとほっとしたのもつかの間。小春が退院したその日に衝撃の事実を知ることになった。私と大輝さんはすぐに動き出し、1週間後、達也さんが小春と赤ちゃんに会うために我が家へ訪れるのを待った。達也さんが帰ってくるという連絡を受け取り、小春は赤ちゃんと一緒に実家に身を寄せていることを伝えたのだ。帰ったぞ。無事生まれたか？挨拶もそこそこに満面の笑みを浮かべて子供の顔を見ようとする達也さんはあちこちをキョロキョロと見回す。しかし私は達也さんの目の前で黙って仏壇のある部屋を指さした。その仏壇に置かれた一本のろうそくには火が灯り、数本の線香の細い煙が揺らめいていた。私の名前は川島由美。会社員の夫と暮らす専業主婦だ。夫である大輝さんとは趣味を通じて知り合い、結婚してから20年以上一緒にいる。そのせいか、いつも仏頂面の彼の機嫌も、いいのか悪いのかが雰囲気だけでわかるようになっていた。ある時などはいつもと変わらない表情のはずなのに、なぜか妙にウキウキとしているように感じたので、どうかしたのか聞いてみたことがある。お前忘れたのか？今日は結婚記念日だろう。そう言って大輝さんは片手に持っていたケーキ屋の箱を差し出した。見かけによらず、こういうイベントには欠かさずにケーキを買ってきてくれるのだ。もちろん今日のことは私だって覚えている。あら、なに？いちごとショコラのケーキじゃないの。後でコーヒーも入れて食べましょうね。ああ、ユミ、いつもありがとう。こちらこそ、いつも感謝しているわ。私たちの結婚記念日は、こうして感謝を伝え合うというルールがある。普段は言いたくてもなかなかこそばゆくて言えないけど、感謝を伝えることは大切なことだからだ。うまく伝えられずに喧嘩してしまうこともあったけれど、翌日には仲直りするような夫婦仲だった。私たちには一人娘の小春がおり、子育てで大変だった時もこのルールで乗り切れたということも何度もある。小春がまだ小さい時、なかなか寝てくれないことが多く、食べ物の好き嫌いもあり、とても手のかかる子だった。私の育て方がこの子に合わないのかと心配にもなったことは数知れないが、小春はすくすくと成長してくれた。彼女はとてもおとなしい性格で、小学校に上がっても中学校に上がっても人に強く言えるタイプではなく、何でも我慢しようとする子だ。人と対立してしまうことを恐れて自分の意見を言うことができなかった。幸いにもトラブルに巻き込まれることはなく、学生時代はお友達とも仲良く過ごした。そんな小春が大学受験のために塾に通い出したとき、帰りが遅くなるからと心配性の私は彼女の送り迎えをしようとしたことがある。お母さんやめてよ。私もう子供じゃないんだから、塾くらい一人で行って帰ってこれるよ。
でも夜道を歩くなんて危険だわ。友達と帰るから心配ないってば。今となってはいい思い出だが、当時の話をすると小春は未だに頬を膨らませるのだ。お母さんは過保護すぎるんだよ。あの時やめてくれて本当によかったよ。結局7日くらい話し合いが続いたわね。小春は高校、大学と無事に卒業し、就職先もすぐに決まった。その就職先で夫となる青山達也さんと出会い、翌年には結婚した。今はもう家を出ており、車で30分ほどのところにアパートを借りて、達也さんと一緒に暮らしている。挨拶に来た時の彼の印象は、アイドルか俳優のように整った顔立ちに、穏やかな物腰の青年といった風だった。小春の三つ年上で優しいお兄さんのようにも見え、小春のことを安心して任せることができると思った。それは大輝さんも同じであればよかったのだが、彼と対面した時の大輝さんはなぜかいぶかしむような態度だったのが今でも不思議なのだ。もちろん表情はいつもと変わらない仏頂面で眉一つ動かさないが、それでも私には大輝さんが達也さんのことを快く思っていなさそうだということは感じ取れた。後で聞くと、やはり達也さんとの結婚に賛成したのは渋々だったようだが、娘が選んだ相手だから信じようという気持ちになったらしい。両家とも顔合わせも済ませて、二人は結婚式を挙げて祝福された。そんな小春から最近妊娠報告があった。その電話を受けてから、いつもは仏頂面で厳格な大輝さんも、一人娘の出産が楽しみで浮き足立っている。パソコンで何か調べ物をしていると思ったら、ネットショップで赤ちゃん用のおもちゃや服などのグッズを眺めていたこともあった。相変わらずの表情だが、本人はよほど嬉しいのだろう。転機が訪れたのは、小春のお腹が大きくなってきた頃だった。小春から、37週目だからそろそろ生まれてくるかも、という電話があってから数日後のことだ。小春も入院の準備で忙しくしているだろうかと思いながら、私がリビングでお茶を飲んで過ごしていると、今度は達也さんから電話があった。その内容は驚くべきものだった。あ、もしもし、お母さんですか？今ちょっと小春が急にお腹が痛いって言い出して、なんか救急搬送されたんです。総合病院に。僕も今電話で聞いたばっかなんですけど。少し動揺気味の声に私まで動揺した。小春が？だって予定日はまだなんじゃ。僕もよくわかんなくて。で、そのお願いがあるんですが、僕今から海外出張に行くことになっているんで、そっちで小春の面倒を見ておいてください。軽く言い放つ彼の言葉に、私は耳を疑った。小春が大変な時に海外出張？そこはすぐにでも小春の元に駆けつけるんじゃないのだろうか。私は考えを巡らしたが、達也さんにどこにいるのかと聞こうとした矢先、通話はぷっつりと切れてしまった。仕方なく、私は急いでカバンにスマートフォンを放り込み、達也さんの言っていた総合病院へと車を走らせる。着替えなどの入った荷物はあらかじめ渡されていたものの、まさか本当にこれを引っ提げて私が病院へ行くとは思いもしなかったが、小春の用意周到さには恐れ入った。病院に着いてから気が気でないままに2時間、3時間と待ち続け、ようやく面会ができた時には、小春は無事に出産を終えていた。私が行くと、そこには出産で疲れ切った小春と、小さくて新しい命が寄り添うようにして、ベッドに横になっていたのだ。医師の先生の話では、
母子ともに健康だそうで、切迫早産というわけでもなく、ちょっとだけ赤ちゃんがせっかちだったようだと笑っていた。時刻はもう夕方になっていて、その頃には大輝さんも仕事終わりに急いで駆けつけてくれた。生まれたって？髪も服も乱れたまま、まるで空を飛んできたかのような大輝さんの姿に、私も小春も笑ってしまったが、そばにいる赤ちゃんを見せると嬉しそうに目を細めた。達也さんにも無事に生まれたことを伝えたかったんだけれど。そういえば彼はどうしたんだ？ここにはいないのか？私は彼から連絡をもらったこと、そして海外出張に行っていることなどを話し、ここには来られなかったことを伝える。それならば電話をすればいいのでは、とスマートフォンを取り出すのだが、電話をかけてもつながらなかったり、折り返しの電話もなかった。そんな達也さんに対し、大輝さんは納得がいかない様子だった。機内にいるのかもしれないし、もしかしたらすでに仕事中なのかもしれない。達也さんが今どこでどう過ごしているのかということは知る由もなかったが、電話がつながらないという状況に小春の顔が少しだけ暗くなっていた気がしたのは思い過ごしだろうか。そうしていると看護師さんが来て、そろそろ面会時間が終わりですと言ったので、私も大輝さんもその日は帰ることとなった。私たちは改めておめでとうと頑張ったねという言葉をかけ病院を後にした。4日後、母子ともに退院することが決まったと小春から電話があった。お母さん、アパートの方の掃除とか片付けとかお願いしてもいいかな。電話の向こうでおずおずとそう話す小春は、以前と違って少しだけしっかりとしてきているようだった。もちろんよ。体調はどう？私も赤ちゃんも元気だよ。小春は嬉しそうにそう言って、昨日は赤ちゃんがどうだったとか、今日は沐浴を教えてもらったとか、そんなことを話してくれた。相変わらず達也さんから電話はないそうだが、仕事が忙しいのかもしれないし、もしかしたら気を使っているのかもしれないと小春は濁していた。大丈夫よ。きっと帰ってきたら達也さんも喜んでくれるはずだから。顔は見えなかったが、小春が何か不安を抱えているのだろうということが分かった。少しだけ声が震えていたからだ。私は心配になり、気の利いた言葉の一つでもかけてあげたいのに、何も思い浮かばない。じゃあ、そろそろ切るね。ありがとうね。そう言って、小春は電話を切った。私も不安になりながら、しかしこうしてはいられないと思い、小春たちの住むアパートへ向かうことにした。そのアパートは、小春がつわりで動けなかった時に何度か訪ねたことがある。大きな道路から脇道へ入り、迷路のような住宅街を通り抜けていくと、ユアコーポ大森と書かれた看板を目印に、築3年ほどの小綺麗なアパートが目につく。駐車場は達也さんが使うために一つだけ借りているため、私が行くときは近くの公園やスーパーの駐車場に止めるのだが、達也さんの車はないだろうと思い、そのままアパートの駐車場を借りようとした。しかし、そこには達也さんの車が置いてあったのだ。空港まで車で行かず、バスや電車で行ったのだろうか。確か、最寄りのバス停や駅も遠かったような気もするが、それだと時間もかかるし、手間ではないのだろうか。仕方ない。いつものスーパーに止めていこう。そう独り言で私は車の進路を変え、帰りはついでに買い物もしていこう、などと考えていた。小春たちの部屋に入ると、数日間誰もいなかったことを物語るように、あちこちが片付かないままの状態だった。洗濯物も干しっぱなしだし、リビングのテーブルには
いくつもの封筒やチラシが散らばり、台所も小さな食洗機の洗い物が途中だ。私は一度肩をすくめると目につくところから片付け始めた。無心になってせっせと片付けや掃除に取り掛かり、時間も忘れてあちこち行き来していると不意に電話が鳴った。私のスマートフォンではなくこの部屋の固定電話だ。着信番号はこちらも固定電話からで、出てもいいのかためらったが、ひとまず出て達也さんも小春もいないことだけ伝えようと思った。もしもし。電話の相手は若そうな男性で、一瞬少しだけいぶかしむようにあれ?と言った。多分私が出たからかけ間違えたのかと思ったのだろう。慌てて達也さんの義母であることを告げると、電話の相手は達也さんの会社名と彼の後輩であることを名乗りこう言った。有給使っているところ申し訳ないのですが、達也さんしかわからないことがあって、携帯もつながらないしご自宅へかけたんですが。しどろもどろになる彼に私は何と返せばいいのか混乱した。え?あの達也さんは海外出張へ行くって言って数日前に電話で話してましたけど。海外出張?いえ、そのようなことは一言も聞いてないですよ。有給使うからってだけで。電話越しに二人とも混乱したまま電話を切った。達也さんは海外へ行ったわけではなく、会社の後輩でさえ行き先を知らないとなると、彼は一体どこへ消えたのだろう。出産を終えたばかりの小春に聞くのも気が引けるし、かといって勝手に捜索願いや行方不明届を出すのもためらわれた。悶々とした気持ちを抱えながら部屋の掃除と片付けを終えて、帰宅する頃には買い物のことなどすっかり忘れてしまっていた。夕食の時間になって大輝さんが帰ってくると、すかさず昼間のことを話した。一部始終を聞き終えた大輝さんは顎に手を当ててうーむとうなる。それじゃあ彼は一体どこへ行ったんだ?わからないのよ。何か事件に巻き込まれていないといいのだけれど。小春が何か聞いているかもしれないが、明日にでも聞いてみたらどうだろう。俺もちょうど休みだし、小春の退院予定日でもあるんだろう。そうね。私はあまり気が進まなかったが、今はそうするより他にできることはなかった。翌日、私たちは小春と赤ちゃんを迎えるため総合病院へと向かった。向かう途中の車内の空気は少しだけ重く、私も大輝さんも小春に何と説明してあげたらいいのかと言葉を探しているのだ。病院に着くと小春はすでに退院の手続きも済ませており、待合室で赤ちゃんをあやしながら待っていてくれた。小春、お待たせ。赤ちゃんも眠そうね。よく寝る子なの、私と違ってね。私は小春の荷物を手に取り、大輝さんの待つ車へ歩き出した。他愛のない話をしながら二人で車に乗り込むと、大輝さんもにっこりと笑顔を向けて赤ちゃんを見る。あの仏頂面はどこへ行ったのかわからない。車が発進するが、何かを感じ取ったのか、小春が不思議そうに私の顔を覗き込んできた。ねえ、何かあった?こういう時だけ妙に勘が鋭いのは、小春の昔からの癖だ。私は内心ではドキリとしながら平静を装って昨日のことを打ち明けた。話している途中、バックミラー越しにちらりと大輝さんの顔を見ると、あの仏頂面に輪をかけたようないかめしい表情をしている。すべてを話し終えて口をつぐむと、小春はうろたえることもなく悲しそうな顔をするだけだった。まるで何かを知っているかのようでもある。ああ、やっぱりね。
小春は涙を流すのでもなく、深いため息とともに漏らした。私がどういうことなのかと尋ねると、小春は言った。あの人は遊び人なのよ。結婚してからも私が妊娠中でもお構いなし。週に何回も浮気相手と一緒に飲んだり、デートしたりしていたわ。何人いたのか知らないけれど、私は気苦労が絶えなかったわ。そんな、どうして達也さんに何も言わなかったの？子供ができたら変わってくれると思っていたのよ。父親だって自覚持って遊ぶのはやめてくれるって。でも彼は変わらなかった。それに私の性格的にあんまり強く言い出せなくて。赤ちゃんをしっかりと抱きかかえたまま、小春は苦しそうにうつむいた。泣きたい気持ちをこらえているのだろう。すべて聞き終わった大輝さんは顔を真っ赤にして激怒した。なんてことだ。運転中なのでそれ以上は何も言わなかったが、腹の底では怒り狂っているのだろうことが分かった。当然私も心底腹渡が煮えくり返る思いだったが、今後のことが心配になってきた。果たしてそのような非常識な行動をとる人と、これから子育ても何もかもうまくやっていけるのだろうか。事実、彼はすでに小春が緊急搬送されたその時でさえ、私に対応を押し付けて嘘までついて自分はどこかへ行ってしまったのである。海外出張なんて真っ赤な嘘。今までも何回かあったけど、出張っていう名目で浮気相手と遊んでたから、私が出産で家を空けるタイミングを見計らっていたんじゃない？小春は冷めた表情で淡々と予想を口にする。これはもう親である私たちが黙って見過ごすことはできなかった。達也さんのご両親も交えて一度話をする必要があると感じた私と大輝さんはすぐに動き出した。季節はすっかり冬に近づき、吹く風も少し冷たさが増している。小春が退院してから1週間が経った。達也さんが帰ってくるという連絡を受け取り、小春は赤ちゃんと一緒に実家に身を寄せていることを伝えた。すると達也さんは疑うでもなく、その日我が家に現れた。帰ったぞ、無事生まれたか？挨拶もそこそこに満面の笑みを浮かべて子供の顔を見ようとする達也さんは、あちこちをキョロキョロと見回した。しかしいくら見回しても小春も赤ちゃんもどこにも姿がない。いぶかしむ達也さんの目の前で、私は黙ってある部屋を指さした。え？明かりもつけず真っ暗なその和室の奥には仏壇が置いてある。その仏壇に置かれた一本のろうそくに火が灯り、数本の線香から細い煙が揺らめき立っている。赤ちゃんは亡くなったのよ。は？え、亡くなったって？達也さんはゴシゴシと目をこすり、暗闇に目を凝らした。仏壇には小さな色紙が立てかけられており、そこには赤ん坊の足の裏を写し取ったものが見える。それは小春の赤ちゃんの足型だった。達也さんはそれを見つけるなり真っ青になって尻餅をついた。ひ、嘘だろ、こんなことって。私は彼の後ろにゆらりと立ち、ぽつりと言った。あなた本当に何も知らないのね。達也さんがはっとして振り返ると、そこには私と大輝さん、小春と赤ちゃん、そして彼のご両親がみんな揃っていた。どういうことなのかと達也さんが目をしばたかせていると、彼のお母さんが盛大にため息をついた。ご両親は
達也さんが本当に小春と赤ちゃんの容態を知らない様子に、呆れを通り越して怒りが湧いているようだった。なんだよ。どうしてみんなここに揃っているんだ？小春、これは一体？説明を求められた小春は、それには答えることなく、ふいっとそっぽを向いて拒絶した。実は、達也さんが帰ってくる数日前に、私と大輝さん、そして小春と義両親で話し合いの場を設けた。小春の妊娠、出産時に、達也さんが浮気をして遊びほうけていたことを伝え、果ては小春の緊急搬送時に海外出張と嘘をついて姿をくらましていたことを明かしたのだ。義両親は驚いたり、呆れたり、怒ったりしていたが、しかし本当に自分たちの息子が小春と赤ちゃんの様子を知らないのかと気になった。そこで今回、赤ちゃんが亡くなったと見せかけて、達也さんの反応を見たいという提案があったのだ。ちなみに足形は本物だが、明るいところでちゃんと見ればお祝いのメッセージも添えられている。出産した翌日に看護師さんたちが病院からの恒例サプライズという形で小春に手渡してくれたものだ。みんなで僕を驚かせて一体何が目的なんだ？いたずらにしたって質が悪いじゃないか。彼は憤慨してみせたが、私はひるまずに冷たく言った。達也さん、身に覚えがないの？あなた、海外出張って嘘だったんですね。小春と赤ちゃんが大変な時にどこへ行ってたんですか？嘘なんかじゃ。あなたの会社の後輩さんから電話があったわ。有給を取っているあなたにしかわからないことがあるからって。彼に確認したら、海外出張なんて行ってないって言っていたのだけど、どういうことなの？あいつ余計なことを。いや違うんです、本当に。後輩の言うことが間違いでして、課長なら知ってる極秘の案件で。それなら今すぐ課長さんに電話して確認してみようじゃないか。いや、ちょっと待って。課長は今日は休みで、昨日からハワイに行くって言ってたかな。それじゃあ、他にあなたの予定を管理している人は？あとこの一週間、どこで何をしていたのかを証言できる人はいるの？いや、学生時代の友達のとこへ行ってたんですよ。結婚式が重なっちゃって、ほら僕友達多いから、海外挙式だったり、国内でも泊まりがけだったりで、それなりに忙しくて。たどたどしく答える彼は、言い訳を並べるが、どれも的を射ていない内容で、ひどく焦っていることがわかる。それは、あなたの嫁である小春の出産よりも大事なことなの？私がピシャリと言い放つと、達也さんは、とか、とか何かを言いかけた。だが、その言葉を否定することも肯定することも、今の達也さんにとってはマイナスでしかない。どんな言い訳をしようとも、ここまで来てしまえば墓穴を掘るばかりで、無駄だと分かったのか、彼は何も言えずにうなだれてしまった。悲しいが、これが現実で、彼はその後浮気していたことを淡々と話し、その場にいた全員の前で土下座して謝罪した。赤ちゃんが無事に生まれたかどうかも気に留めずに、海外出張という嘘で若い女の子と浮気デートをし、旅行に行っていたというのだ。アパートに車を置きっぱなしにしていたのは、社用車で出かけたと見せかけるための工作だったらしい。小春はその場で泣き出し、彼は実の両親からも私と大輝さんからも責め立てられ、ひどく説教を受けた。小一時間ほどの説教の嵐が過ぎ去り、憔悴しきった達也さんは両親から感動された。小春は赤く泣き晴らした目を抑えながら、用意していた離婚届を突きつける。
離婚してください。あなたの顔、もうこの子にも見せたくないわ。最低！これまで一度も達也さんに何か意見を言ったり、反発したりしてこなかったその反動だろうか。彼女は見たこともないような鬼の形相で達也さんを寝めつけていた。達也さんもさすがに小春の迫力に押し負けて、離婚届にすんなりとサインした。その後、小春は早々に荷物をまとめてアパートから引っ越してきた。離婚してアパートを出る際、達也さんは未だにスマートフォンを見つめて浮気相手とやり取りしていたらしい。小春は弁護士を通して慰謝料の請求もすることにしていたのだが、弁護士が調べたところ意外な事実が判明した。達也さんが付き合っていた浮気相手というのが彼の会社の重役の娘さんだったのだ。まだ学生の彼女に達也さんは自身が既婚者であることを隠して付き合っていた。将来は結婚しようなどと甘い言葉をささやきながら彼女に貢いでいたそう。あの人、私が言うのもなんだけど顔だけはいいのよね。ため息混じりに評価する小春は彼に対してとても冷めきっていた。後に達也さんが既婚者だという事実を隠して重役の娘さんに手を出したことがバレたのは些細なことからだった。達也さんと浮気相手が休日にデートをしているところをうっかり重役に見つかり、どういうことかと問い詰められたそうだ。浮気相手もそこで初めて達也さんが既婚者だと知り、嘘つきだと糾弾して盛大に振った。翌日、重役に呼び出された達也さんは懲戒解雇を言い渡されることとなった。小春の弁護士曰く、その後の就職も難しくなるだろうとのことだ。達也さんの勤める会社は地元ではちょっとした有名企業で、その重役も顔が広かったからだ。達也さんはほとぼりが冷めるまでここを離れるしかないだろうということは明白だった。にもかかわらず、彼が小春に対して復縁を迫ってきたのには驚いた。もちろん小春ははっきりと断り、連絡先もブロックしたという。このことを知った大輝さんは憤慨していた。よく小春にそんな話ができたな、あの恥知らずめ。小春と赤ちゃんは私たちと一緒に住むことになり、私も大輝さんも子育てのサポートに徹することとなった。今や毎日がてんてこまいではあるが、とても充実した毎日を過ごしている。その中で私はある変化に気づいた。それは小春がはっきりと自分の意見を言い、子供と向き合っているということだ。寝かしつけも授乳も遊びも、いつも向き合い、ダメなことはダメだと教える厳しさも愛情の一つと学習したのだろう。彼女はもう私が知っているおとなしい娘ではなく、頼もしい母へと成長している。そう感じていたのは私だけではなく、大輝さんも同じだった。大輝さんはこの頃、何でもないのに月に一度はケーキを買ってくるようになった。いつも頑張っている二人のお母さんにちょっとだけご褒美をと思って。そんな些細な気遣いに私も小春も大喜びをするのだった。子育ても家事も全てがいつもうまくいくわけではないし、時々危なっかしい時もあり、私は少しだけ心配になることもある。けれども成長した彼女の姿を見て、もう小春の心配ばかりをして過保護になったりはしないと心に誓ったのだ。どんな時でも私は小春の意思を尊重して温かく見守ることに決めている。